さん、授業で習わなかったかしら。スピードが高、現実では物体を高速まで加速させることは基本的に不可能。ところが第二律者は周辺空間にある光粒子の減衰係数を増加させることで周りの時間の流れを遅くする。分かったような、分からな。帰ったら教科書を読み直しなさい。時空断裂システムが発動するとき。ああ、そっか、中の記憶を見てようやく分かる。思ったより簡単だったわね。心配して損しちゃった。